俺の名前はミシェル。某国に住まう覇権主義者だ。大統領、18世紀のこの時代、あらゆる国がアジアの国々を植民地にしているのは分かっていますよね。なぜ私たちは動かないんですか？植民地か。大航海から始まった西欧列強によるアジアの植民地か。それに伴い、オランダがインドネシアを支配し、フランスがベトナムを支配。イギリスなんてインドと清の一部を獲得しているんですよ。我々もその流れに乗らないと。残るは極東にあるあの矮小な島国、ジャポンだけですよ。ジャポン、取りたいことは山々なんだが、それは容易ではないのだよ。何をおっしゃいますか。未だに刀とかいうソードで戦ってる時代遅れの人種ですよ。我々だけではなく、西欧諸国の巨大軍事力をもってすれば制圧なんて余裕に決まってるじゃないですか。早く動かないと他国に取られますよ。そう息巻いて敗れた国がどれだけあるのか君は知っているのか。え？日本侵略の歴史は諸外国の敗北の歴史でもあるのだよ。それが始まったのは中世の時、人類史上最大の国モンゴル帝国が日本に矛先を向けていたという。北条様、元が攻め込んでくるという情報が入りました。おそらく国書を無視したことがフビライ藩の怒りを買ったのかと。ふん、我らの国を支配するようなふざけたことを言っておったから、抱きしてやっただけだというのに。してどうしますか。問題ない。野蛮な者どもに我らの力を思い知らせてやるのだ。そうして始まった元 VS 日本。戦力差は元が4万人に日本が5000人程度。日本が見知らぬ武器も使うなど戦力差は絶望的だった。なのに。なんだこいつらの強さは。敵は脆弱なり。向かってくる敵は切って捨てよ。一人で8人切ればそれで終わる。荒れ狂う戦場の中で戦術と戦略をうまく活用し必死に戦い続ける日本軍。その結果。なんだこの暴風雨は。まずい、船が。援軍を引け。このままでは。波風が吹いた。天は我らの味方なり。超強烈な暴風雨が発生し海が荒れたことにより援軍は壊滅。それからまた数年後の1281年にもまた元は攻めたらしいが、その時も日本は戦術を変えては前線し神風が吹いて完全勝利したという。ダメだ、もう侵略するのやめよう。ですが大統領、そんな600年も前の文明でのこと、しかも自然という偶然での勝利でしょ。文明が進んだ今、怯える必要はないのでは？そうだとどれだけ良かったことか。文明が進み、人類が銃を手に入れていた中、ジャポンのしぶきは刀。かの国でいう戦国時代とやらに、スペインが軍艦を連れてジャポンを支配しようとしていたのだが。バケンの宣教師どもめ！我が国の民を奴隷にするだけではなく、国ごと支配するだと？奴らはかなり我らを見下しているようですね。自国の強大さを歌いながら脅してくるのがその証拠。狭間の人間がなめくさりを打って、バタレン追放令だけでは済まさんぞ。では武器を集結させよ。全総力を持って敵と戦う準備を進めるぞ。ほっ。信長様、あなた様の戦術を使わせていただきます。それで、どうやったんですか、ジャパンは。数万丁の鉄砲を武士に持たせて、世界最強の軍を結成。それによって、世界からの抑止力にしたのだ。数万丁？他の国でも、千に届けばマシだというのに。それが、ジャパンの恐ろしいところなのだよ。ポルトガル人が種子島に鉄砲を伝来させてから、わずか数年で大量生産化に成功し、40年足らずで50万丁もの鉄砲を取得。世界でも突出した軍事大国となっていたのだ。あんな小さな国が世界最強なんて。
世界屈指の軍事力に技術力、その上今は日米修好通商条約で何かあった時にアメリカが出張ってくる。だからあの国を攻めるのは面倒なのだよ。じゃあ諦めろって言うんですか？いや、そうは言ってない。え？あの国は技術だけでなく資源も豊富、世界有数の銀を持つジャポンは面倒を上回るだけの価値があるからな。取らないという選択肢はない。それにジャポンは今開国して西洋の文化が入り混じる混乱の時代だ。付け入る隙はいくらでも生まれるだろう。秦王朝が欧州の文明を真似しようとした結果自滅したようにですか？その通り。黒船ごときに慌てて動いたあの小さな島国に西洋の巨大な文化が収まるはずがない。勝手に自滅したところをかっさらえばいいだけの話だ。井上様、何やら海外の動きがきな臭い模様ですが。引き及んでいる。所詮私たちが刀、ちょんまげ、西洋の真似などと表面的なものを見て侮っているのだろう。鉄砲の数は考慮に値しないらしい。だが彼らはいい加減理解すべきだろう。我々日本は他の真似をするだけの国ではなく作り出す国だということを。その後ジャポンに狙いを定めた俺たちの国は動向を探るためにジャポンへと潜入。ここがジャポン。思った以上に栄えているようだな。だがこの程度なら。そう侮っていたのだが。嘘だろ、なんだこれは。ねえ、今度の休みに気球船を見に行かない？いいね。西洋歌舞伎はもう見飽きたし蒸気機関車に乗っていくか。気球船に蒸気機関車？そんな高度な技術がもう一般化しているというのか。しかも歌舞伎といえばジャポン独自の娯楽、そこに民衆に受け入れられるほどに西洋文化を融合させているなんて。初めて見たジャポンは俺の想像からかけ離れていた。これが少し前まで閉じていた国の姿か。文字の読み書きもほとんどの国民ができているし、何が起きたらこうなるんだ。何も特別なことをしていませんよ。この結果は私たちが江戸の頃より最初から手にしていたものに過ぎません。あなたは確かジャポン高官の井上と申します。お聞きしたいことがあるのなら何でもお答えしましょう。では最初から持っていたというのはどういうことですか？言葉通りですよ。私たち日本は昔から寺子屋という場所で教育を行い、和算という独自の数学も開発。それにより誰でも最低限の文字の読み書きと計算が可能になっているのです。それがどれだけの効果をもたらすかはお分かりでしょう？彼の言う通り、識字率の高さはそれだけで文明の高さに直結する。国民の大半が文字を読めるだけでも他の国と圧倒的に差があるのだ。そうして高い教育の水準で基礎を身につけていた私たちは西洋の文化を高レベルで解読に成功したというわけです。そのようなことが本当に。私たちなら可能なことでしたよ。お話し中失礼します、井上様。ん？なんだ？こちら今回の欧州への留学生リストになります。ご確認を。教育熱心で何よりだ。ではその中の一番優秀なものを使って専門家を招聘させるよう任務を与えろ。今度は世界最高の医学を持つドイツの術を手に収めるとしようか。ドイツの医学まで。まずいぞ、これは発展のレベルが違いすぎる。というわけでミシェル君、これが今の日本です。何かご感想などあればどうぞ。高い文明をお持ちであろうあなたの国にお聞きしたいものです。ぜひ参考にさせていただきます。まさに完全敗北。進化し続けるジャポンに俺の心は完全に折れていた。まさかジャポンがそこまでの国になっているとは。息巻いていた身で恥ずかしいのですが、正直ここは静観が正しいかと。そうだな、
これならば支配するよりも有効的にした方がメリットが高い。ジャポンはまた侵略を防いだというわけか。その後日本はあのロシアに戦争で勝利。まともに外の文化を知らなかった上、あんな小さな国がたった50年で超大国に勝利するなんて尋常じゃない。日本人の教育と緻密な戦略、そして優れた魂、そりゃ植民地になんてできねえよ。